Okay. 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 ちょっと待って。 大悟行きます。大悟も今いいラインで入ってたよ。斜面の変わり目手前でしっかり円作ってな。
OK、ともきも今ライン取り綺麗だったよ、ちゃんとボールの手前あの斜面の変わり目は上からしっかり、方向を決めてから入れてたんで、あの感じでもう少し近くを通ること。はい。アリ行きます。アリも今あの前半でしっかり方向決めたからあのターンの、ライン取り、忘れないように。であそこから、ポールの近く通るんだけど、近く通るときもただまっすぐまた入るラインに戻すんじゃなくて、さっきの斜面の変わり目は円を作ってから方向決めてから入ってくる、そういうところからイン。何が足りなかった？前半で行きます。 OK、 身寄りあの斜面の変わり目のライン取りバッチリ、全然いい感じだ。ただあの最後のほら、ちょっと感謝はい、行きます。どうだった？自分で入り方のところと、あと踏みすぎと、あとケツが落ちてると思います。ラインはちゃんとできたと思うか？行きます。これまさ、あのちょっとまだかかと寄っててスキーの先開いてんだけど、ライン取りすごい良くなってきてるから、斜面の変わり目のところ、うまく入ってるんで、そのライン取りのまま、帰ってきます。カイト、あのだいぶ早いところから円を作る雰囲気出てきてるんで、あとターンの後半ちょっとまだ長く乗ってる感じするから、円をしっかり作ってスキー走らせると同時にポール過ぎてからのエッジは長くなりすぎない。リョーマ行きます。リョーマちょっと、俺らの前のあたりのところ、足外足ちょっと遠くに置きすぎて開きすぎてて、ちょっと踏めてないからね、スキー曲がってこなくてターンが長くなってる感じなんで。リーダー戦です。